大統領の側近で日米交渉に当たってきた国務長官コーデル・ハル。これはアメリカが日本に突きつけたハルノート。中国からの即時撤兵などこれまでの交渉を振り出しに戻す厳しい内容だった。ルーズベルトはハルノートの原案に興味深いメモを添えている。日本がこれを受け入れる可能性はほとんどないだろう。すぐにでも起きるだろう災いに皆備えなければならない。陸軍長官はハルノートを日本に提示する前日の会話を日記に記した。大統領は日本という国は無警告で攻撃を始めることで悪名高い。アメリカは来週の月曜にも攻撃を受ける可能性があると注意を促した。問題は大きすぎる危険を避けながら日本をどう誘導していくかだ。最初の一発を撃たせるように。彼は後にアメリカの世論をまとめるために日本に先に攻撃させたかったと証言している。